コカ・コーラよりもペプシ派、ピザラダルです。アジキロックです。よろしくお願いします。あのさ、うん、俺は0キロカロリーの飲料めっちゃ飲むわけよ、うんうんうん、まあ別にダイエットのためっていうわけじゃなく、うん、俺は単純にあの人工甘味料の味が好きやから飲むんやけど、まあダイエット目的で飲む人もいるわけ、うんうん、で、それで効果があるのかないのかっていうのを専門家か、ほんまに専門家なのかどうかわからんけど、うん、サイトとかブログとか書いてる人が逆に太るみたいな、うん、逆に太るっていう、うん、そんなことあると。カロリーゼロやのに。そうで、それがなんで太るかっていうと、うん、糖質を取ったつもりでいるのに取ってないから、うん、もっと食べてしまうとか、わけのわからんこと言うやつや。それは別にゼロカロリーコーラが悪いんじゃなくて、うん、食ってるやつの精神が悪いんや。確かにな、食ってるからな。まあそういう説を唱える人もあれば、うん、だから吸収率を上げてしまうみたいな、うん、カロリーの、うん、でもそれもさ、言ってしまえばカロリーをちゃんと調整してたらさ、うん、吸収されてもええわけよ別に。確かにな。それはそれ以上吸収されたら太るぐらいのカロリーを取ってるから太るんや、うん、やとしたら悪いのはゼロカロリーではなく、うん、それを飲んでるからといって食うやつが悪いんじゃないのかと、うん、俺は言いたいわけさ、うん、だからそれを体を張ってゼロカロリー飲料の方が太るのかどうかを、うん、ゼロカロリー飲料の方が太るのかどうかを、ほうほうがな、うん、大事なことやから俺2回言った、うん、ゼロキロカロリーを飲んでる人はこうやから太るではなく、うん、ゼロキロカロリー飲料が太るのかどうかを検証したい、うん、体を張って、うん、なのでここにコーラが、俺は完全に頭に置いたけどペプシ派やから、うん、コカ・コーラ飲まないので、うん、コペプシを2種類用意しました、はい、まず1ヶ月こっちだけの生活、はい、で1ヶ月こっちだけの生活をやって、うん、体重の変化を見たいと思います。ほうほうほう。その時に、うん、ご飯のカロリーは同じメニューをこれを飲んでる間取り続けます。ほう。でそうなるとこっちの方がカロリー多いやんけとかいうわけわからんこと抜かすやついると思うけど、うん、そりゃそうやろ。そりゃそうや抑えるためにこっちの方が、はい、それの差を見るっちゃ話やろ。そうや。だからそのわけのあること言うやったら見んでいい、うん、当たり前のことやろ。でそれで1ヶ月こっち1ヶ月こっちでやって、うん、体重の変化を見る。ほう。こっちで体重が変動せえへんやったらこっち飲んだら痩せるはずや、うんうん、な体重がどっちも維持とかどっちも減るっていうことになれば、うん、それはさ関係ないってことや。そうやな。別にどっち飲んだっていいってことや。そうや。好きな方飲んだらいい。関係ないってことや、うん、でこっちの方が痩せていくっていうやったらこっち効果あるよってことやな。それを実際に体を張って、うん、ブログ書いてるやつは飲んでないもん、うん、やってみろって実際にっていうのを俺が代わりにやってやろうと、うん、その1ヶ月間の、うん、もうだから2ヶ月ですよ。もう最長期間です。長いな。最長の研修期間をこれやっていきます。その結果をとくとご覧あれ。おではスタート。はい、ということで始めました。1ヶ月ごとペプシゼロゼロじゃない生活ということで、まずゼロから始めようと、普段の生活とあまり変わらん状態の方からスタートしようとして、これを購入しておきました。これで1ヶ月とは全然思ってないんで、多分これを 2,3 箱買うことになると思うんですけど、まあとりあえず24本買っておきましたが、値段上がってるのよね。炭酸飲料の中では相当安い部類やと思うんやけど、1本あたり10円ぐらい上がってるわ、いつもより。ということで、まあこれで24本これからスタートしていくんですが、まあまず体重を測りましょうか。よっしゃ、体重を測っていきます。これね、よし、寝ます。ほいっち、はい、58.8 っていうことなんで、まあ、これが1ヶ月でどんだけ変わるか変わらないか、まずこのコーラゼロやっていきたいと思います。じゃあ1ヶ月、ダイエットコーラ生活やっていきますね。朝からコーラ1本いただいていきたいと思います。じゃあこれから1ヶ月間頑張っていきます。はい、お嫁ちゃんとペプシ持ち込みです。ペプシはねコンビニであんまり売ってないんでね、持参して、ちゃんと持ってきました。ぬるい。さあ風呂上がりにも飲んでいきますよ。ペプシゼロ。
あーうめさて、1ヶ月、うん、っていうか、まあ、今回のターンは普通の生活をしただけやけどそうやな、あの、まあ、ちょっと飲んだもん出すわってすごいよな。結構飲んだね。これだって1日お腹に入れろって言ったら多分コーラでも致死量ね。そうやな。何本か正直数えてないんやけど、おう、まあ1日に3本ぐらい、3本飲むか飲まんかやったと、うん、でこのペプシのコーラって1本 600ml あるから、うん、まあ、2リットルぐらいはやったよな。だから1日こんだけ水分取るよっていうぐらいの量を飲みました。おう、もう大丈夫か、死ねへんかそんなにコーラ飲んで。いや、ほぼ水分をコーラで取ったわけやな。そうや。で、メッシは最初に言ったけど、うん、同じもん食べてるから、うん、ダイエットが目的じゃないから、うん、カロリー的にはそれなりにちゃんと取ってる、うん、なのでダイエットコーラによって太るのか太らないかという検証に適したご飯を食べておりました、うん、じゃあ早速1ヶ月経って俺の体重がどう変わったのかを見ていきましょう。はい、どう、太った？いや、分からん分からん分からんか。分からんやろ。だから数字がものを言うわけや。1ヶ月ってでも太ろうと思えば何キロか太れるよな。知らんけど。そうやな。うん。お、 58.35 か。やる前どれぐらいだったっけ全く覚えてない。58後半やったような気がするな。7とか6とかじゃなかった？微妙に減った。微妙に減った。まあでもこの誤差やろ。そうやな。だから前つばサイトが言ってる太りやすいは違うと思うやって、うん、俺だったら普通に食べたもん。そうやな。太りやすかったら太ってるはずやもん。カロリーが普通やったら太らん、要は増減がないわけやん、うん、分かりやすく影響を及ぼしてないわけやんか、うん、よし一旦戻ろうということで、これがダイエットコーラの方です。え、終わりじゃないですよ。1ヶ月かかったけど終わりじゃないです。これ半分や。これ半分だ。これから普通の、まあ、ペプシー好きには分かるでしょ。あの、ここが青いコーラですよ。あの、このため口が青いコーラの方を飲んでいきます。だから飲んだら死ぬってマジで。何キロカロリー、カロリー的にはすごいことになるよ。やばいよな。やってみましょう。はい、はい、じゃあノーマルコーラのターン1ヶ月やっていきましょう。よし、こんな感じでこれを1ヶ月続けていきたいと思います。おい、1ヶ月今度は青いキャップの蓋わかる？うんうんうん。糖入りの甘い方ね。甘い方のペプシを飲み続けてみました。はいはいはい。あのさ、全然違うな。やっぱ違う。あのな、口の中の残りが、うん、もうなんやろ、糖があるから。ああ、俺普段糖入れへんやんか。これ飲んだ後しばらくしたら口酸っぱなんねん。めっちゃ菌繁殖してる。絶対虫歯なんだよこの。あかんあかんあかん。っていうので1ヶ月やってみました。まあ結果なんですけど、うん、1ヶ月前からちゃんと覚えてないけど、うん、人工甘味料の時はほとんど体重変わらなかった。そうやな。ちゃんとあの計算したカロリーを取ってれば人間の体重っていうのは増えない、うんうん、別に太りやすくなるわけじゃないっていうのは分かったから、うん、これで仮に体重が減ってたら、あの誤差じゃないレベルでな、うん、減ってたら人工甘味料は太りやすいというかっていうことになるわけやろな。パパで意味わからんけどな。意味わからんけどな。じゃあ早速体重測りましょう。はい、体型はどう？変わってる？いや、わからん。わからんね。もう1ヶ月経ってるから全然覚えてないな。まあ変わらんやろ。変わってないと思うけどな、うん、多分始める前の体重が 58.7 とか6とかやったと思うな、うんうん、だからそっからどうかですよ、うん、じゃあ早速乗っていきましょう。よし、よし、行くぞ。58.55。 変わってないな。変わってないね。一旦座ろうか。おう。あの、変わってないっていうのもどうなんやと思う。
まあ確かにな、俺が取ったコーラのカロリーはどこに行った。カロリー取ったはずやからな。これはなんか絶妙な結果になったぞ。そうやな、人工甘味料が太りやすくもないし、うん、別に痩せるわけでもないと、うん、かといってノーマルコーラを飲んだからってその分太るかって言ったら太るわけではないんや。そうやな、カロリー増えてるはずやのに別に増えへん。1ヶ月やね、うん、全部で何本やこれ。1袋多分20本ぐらい入ってるから80本は飲んでんねん。ほうで、1本頭 100ml、45kcal の 600ml やから270の80本ぐらいって考えたら、うん、2万 kcal ぐらい。そうやな、2万 kcal どこ行ったん。俺の2万 kcal 3キロぐらい増えてるはずだな。3キロぐらい増えてるはずあれやな、そんな変わらんから好みやで。確かにな。だからアンチ人工甘味料論者が、うん、人工甘味料が太りやすいとか言うのは嘘やと思う。そうやな、嘘やと思うんやけど、多分この動画上げたらそんなはずないと、うん、ズルしてるやろとか人工甘味料は太りやすいはずやみたいなコメントをもし書くやつがおったら、うん、自分たちも1ヶ月やった動画を作ってその結果を動画に上げてから言ってくれ。確かにな、こっちはやっとんのそれをやらずに机上の空論でお前らおかしいっていうのはそれはフェアじゃない、うん、ちゃんとやった上で反論は書いてほしい、うん、動画を上げてそのリンク貼って見させてもらうから、うん、でそれで納得できたら俺ら別にその人工甘味料を推してるわけではないから素直に認めるから俺らの結果こうやった。そう、他の人が違うなら、まあ人によるんやろなっていう結果になるだけで、そう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 、俺らは別にだから安心して飲めとは言わない。そうそう、俺らはこうやったよっていうだけ。そう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 、それやってるだけよ。そう、別に論争するつもりは全くないからただ人工甘味料体に悪いから飲むな飲まないっていうことじゃなくて、うん、好きな方を飲めばええやんっていうことを我々は言いたいだけです。はい、ということで人工甘味料と普通の砂糖どっちの方が太りやすいか比較選手やってみましたけど、はい、変わらんっていうことになりました、はい、私は好きな方のコーラを飲みますっていう人は高評価とさんということでぜひよろしくお願いします。本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。